ての新作のファンデーションと化粧下地をレビューしていきたいと思います。3月21日にフレドポーポーテから新しくファンデーションと化粧下地が発売されたっちゃけど、そのレビューと去年の秋に発売したファンデーションと化粧下地と比べてどうかっていうことを比較していきたいと思います。それでは本日の動画スタート。はい、メイク落としてきてスキンケアだけを今終わった状態です。先にクレドポーポーテの全体的な特徴について説明していきたいと思います。メイクアップとスキンケアが融合しているので、とにかくスキンケア効果がめちゃくちゃ高いです。メイクしてる間もずっとスキンケアされてるような状態なんで、肌の潤いがずっと続くなっていうことが実感できます。あとは天然ローズエッセンスを調合した香りなので、香りでも癒されてると思います。で、容器も微妙に違って、下地の場合は去年発売した方が表面がツルツルで、今年発売した方は表面がサラサラしてます。ファンデーションの方は去年発売した方が容器の部分がサラサラしていて、今年発売した方は表面がよりガラスっぽいというか透明感がある感じですね。で、キャップはどちらとも同じだと思います。はい、では早速つけていきたいと思います。右側に去年発売された下地とファンデーションつけて、左側に今年発売された下地とファンデーションつけていこうと思います。最初が化粧下地です。クレドポーポーテボワールコレクチュール、手に出したらこんな感じで、ほんのりピンク色のクリームです。伸ばすとこんな感じで、すごいパッて明るくなって、目が整ってくすみも消えた感じがします。今こっちだけつけました。めっちゃトーンが明るくなった。この化粧下地は今まで出会った化粧品の中でもトップクラスにいいので、めちゃくちゃおすすめです。ほんと肌が綺麗になった。着け心地もすごいしっとりしてます。続いてがこちらです。ボワールマティフィアンリサン、手に出したらこんな感じで、ほんのりピンク色のクリームです。伸ばしました。肌にスッて伸びて、毛穴や肌の凹凸を均一に整えて滑らかな肌に仕上げてくれます。はい、塗れました。こっちもキメが整って、肌がすごく滑らかになったなと思います。右側につけた下地よりも左側につけた下地の方がちょっとテクスチャーは固めな感じがします。右側の方が全体的にカバー力もあるかなって感じがします。左側は肌の表面がつるんってなった感じです。はい、続いてファンデーション塗っていきます。パンフルイドエクラマット、ゆるいテクスチャーなので結構垂れてくる感じですね。お、すごい。ツヤ感すごくない？肌の内側から発光するような感じで、綺麗なツヤ感に仕上がります、これは。適度にカバー力もある感じかな。ややマット気味だと思います。で、最後のファンデーションがこちらです。サンフレイドエクラナチュレル。はい、手に出したらこんな感じで、こっちも垂れてくるんだけど、去年出たやつの方がテクスチャー緩めかな。こっちの方がちょっと硬い感じがします。はい、こちらもつけました。こんな感じ。左右で比べてもらった方が分かりやすいんだけど、今年出た方がカバー力もツヤ感もナチュラルだなと思います。感触が去年出たやつの方がしっとりしてる感じで、今年出たものの方が少しサラってしてるかなっていう感触です。去年出たものの方が秋冬向けで、今年出たものの方が春夏向けかなっていう感じがします。画面越しだとちょっと分かりにくいかもだけど、左右で色のトーン同じオークル00番使ってるんだけど、今年出たやつの方がファンデーションの色味がナチュラルかなと思います。化粧下地がこっちの方が結構トーンアップ効果が高いっていうのもあったんだけど、ちょっと色味が違うかなっていう気がします。手に出した時の方が分かりやすいと思うんだけど、結構色のトーン違うの分かりますかね。
なのでちゃんと事前に色味チェックはしておいた方がいいかなと思います。でこの状態でフルメイクして数時間経ってどなたか見ていきたいと思います。はい、メイクしてから6時間経ちました。気に言っておきたいことがあって、ちょっと肌の調子が悪くって、ちょっとカサカサしてる部分もあってお見苦しいかもしれないけど、その点はごめんなさい。6時間も経ってるんで、おでことか鼻とか、まあ、この辺とかちょっとテカってるかなっていう感じはする。おでこは少しだけテカったかなって感じ。鼻周りとか頬はこんな感じ。全体的に崩れ方の差はないです。肌の調子が悪い割には乾燥して突っ張ってる感じは全くないです。そんなにメイク崩れしてる感じとかもないので、すごくいいんじゃないかなと思います。今年発売のファンデーションと下地を買った時に、どんな風に変わったんですかって美容部員さんに聞いたんですけど、保湿力が上がったのと密着感が上がったので化粧持ちが良くなりましたっていう話だったんですけど、私は正直そんなに化粧持ちが良くなったっていう感じはしないかなと思います。で保湿力も同じぐらいなんじゃないかなって感じが、乾燥してる感じもないし、元々がすごく保湿力高いからそんなに変わってないかなっていう気はする。マスクはこんな感じです。こっちが去年発売した分で、こっちが今年発売した分だけど、両方ともねほとんどついてないです。この辺とかこの辺りとか言いづらいんだよね、この辺だったらとかになんかうっすらついてるだけで、全然ついてないんで、もうマスクにはもうほとんどつかないって言っていいと思います。最後にまとめで簡単にお話ししておくと、去年発売したファンデーションと下地に関しては保湿力が高くてツヤ感がすごく綺麗です。上質で高級感のあるお肌に仕上げてくれるって感じで、肌色もワントーンパッて明るく見せてくれます。今年出た方に関しては肌表面の凹凸を滑らかにしてくれるので、つるんとした感じのお肌に見せてくれたりとか、ワー力とかツヤ感はナチュラルな仕上がりになるかなと思います。一般的なファンデーションで見ると、今年出た方のファンデーションでもややマット寄りな方ではあると思います。はい、すべてのレビュー終わりましたが、いかがだったでしょうか。この動画以外にも今年の新作のファンデーション、化粧下地、フェイスパウダーを比較した動画も上げてるので、よかったら参考にしてみてください。それでは本日もご視聴どうもありがとうございました。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。